トランプの真実じゃないですね。アマリンの真実ですよ、これ。ですから、私の機密は書かれてないと思いますよ。もしトランプさんが私の真実を書いていたら大変なことですからね。これ会いに行けって言ったのは私ですからね。トランプファミリーは非常に、ね、団結が固いんですよね。そしてもっともマスコミにあることないことじゃなくてないことないこと言われて、みんな本当に耐えに耐えて大統領選を戦い、ようやく大統領勝ったと思った、大統領選勝ったと思ったら、今度は根も葉もないロシアゲートで散々叩かれてひどい目にあったと。でそこら辺のですね、こういうのはみんなやらせだと思いますけどね。まあ、皆さんがどうやろうと思うと、歴史の真実は闇の中です。ですが、皆さんの団結をトランプ大統領が作ってくれています。でもトランプさん、私はトランプさん頑張ってもらいます。まだまだこれから、プロビデンスの政策にかけて大事な時代ですから。現代アメリカじゃないですね。現代アメリカはもう世界なんです。ワールドなんですね。